皆さんこんばんは。双子の妹、玉笹彩乃です。こんばんは。玉笹家の末娘、かなです。今回でガルラジセカンドシーズンも最終回ですね。最後まで私たちらしく楽しくお話ししていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。と、挨拶はこれぐらいにして、まずはかなおかえり。のいちゃん苦しい。あ、ごめん。かな、空港から直行だったでしょ、うん、ちゃんと話す時間もなかったから3日ぶりのかなだって実感してつい私も嬉しい。ただいま、のーちゃん。イギリスはどうだった？向こうで何もトラブルとかなかった？道に迷ったりしなかった？ご飯はちゃんと食べてた？大丈夫。トラブルなく、道にも迷わず、ご飯も美味しく、充実した3日間でした。そっかそっか。大学での顔合わせはどうだった？刺激的だった。そもそも、イギリスと日本では文化がいろいろ違っていて、日常生活を送っているだけで、学びと気づきの連続だった。自分の語学力のなさを痛感し、私は世間知らずなんだと少し落ち込んだ。いやいや、初海外なんだからそんなもんでしょう。私日本語通じなかったら絶対テンパるな。嘘、パニックになったね。必要最低限の英語は勉強したはずなのに、いざ現地に着くと全く喋れず、外国語で会話をすることの難しさを痛感した。授業で習う英文法とコミュニケーションを取るための英会話は全く別物だった。カナでもそうなんだ。大丈夫だったの？のーちゃんの大学の教授がいてくれたから大丈夫。いろいろ教えてもらって助けてもらった。へえ、うちの教授が？まあ優しくていい教授だけど、そんな頼りになるイメージがなかった。意外。あ、肝心の顔合わせは？向こうの教授が私を見て、本当に彼女っと驚いていた。どういうこと？幼すぎると。あ、なるほどね。そりゃそうだでも教授に助けてもらいながらマーケティングに興味を持ったことを伝えたら、彼女は年齢に見合わない難しいことを、まるで今日のおやつのことみたいに楽しそうに話すねって言ってくれたわかるわかる。かな、新しく得た知識の話してくれるときすっごく楽しそうにしてるから目に浮かぶよ。その後少し授業も受けさせてもらった、けど、どうかしたの？難しくて正直理解が追いつかなかった。カナが？嘘でしょ、本当に？本当、悔しかった。だからもっともっと勉強しないといけないって思った。世界中の人とコミュニケーション取れるようになって、世界で活躍できるようになりたい。そして学んだことをビジネスとして実践していきたい。そっか、カナはもう目標を見つけたんだもんね。頑張って、私はいつでも応援してるからね。ありがとう。よーし、頑張るぞカナ燃えてるね。ゴゴ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 。それ最初の時も言ってなかった？そういえば言ってた気がする。てへもうカナって可愛いなでも本当すごいな。私なんてもう大学生で20歳なのに、まだ目標も特技も見つけられてないや。前も言ったけど、のーちゃんにはすごいところがいっぱいある。料理だって最高に最強です教授がイギリスの有名店でご馳走してくれたサンデーローストよりも、のーちゃんの生姜焼きの方が断然美味しいと私は感じた本当に、なんか嬉しいな。っていうか、サンデーローストって何？どんな料理？サンデーローストはローストしたお肉と野菜、ヨークシャープディングという甘くないパイが盛り付けられたイギリスの伝統的な料理。へー、そんな料理があるんだ。美味しそうだね。作り方調べてみようかな。ぜひ作ってほしい。イギリス料理は噂で聞いてたよりずっと美味しかった。けど私にとってはシェフのサンデーローストよりのーちゃんの生姜焼きミートパイを食べた時も、のーちゃんが作ってくれるアップルパイのパイ生地のサクサクさを思い出してしまったそんなに褒めてもらえると照れちゃうな料理する側としては、食べてもらう人に喜んでもらえるのが一番嬉しいよ。私から見ると、料理で人を喜ばせることができるのーちゃんは本当にすごい。そっかな。かな、ありがとう。そっか。なんか目標見えてきたかも。え、本当？どんなこと？何やった？
姉ちゃん。いや、全然間に合ってないわ。ごめん、本当にごめん。これ今も放送中だよね。いや、そうだよ、絶賛放送中だよ。うー、最終回に遅刻するなんて一生の不覚。いや、あんたこのシーズンで遅刻2回目だからね。多分他のチームでもこんなに遅刻した人いないんじゃない？いるから。チーム徳光のみるみるもさ、遅れて入ってきてたからさ。いや、それ1回だけでしょ。どちらにしてもみーちゃん、遅刻はダメ。おい、カナから離れろ。そんで人の話を聞け。おかえり。イギリス大丈夫だった？道に迷ったりとか、英語通じなくてパニックったりとかしなかった？なんかトラブルとか怪我は？みーちゃん苦しい。あ、ごめん。そしてさっきのーちゃんにも同じことを聞かれました。でも私も聞きたいな。聞きたいなら番組の録音データを後で聞き直せば。何それ、ひどい。今聞きたい。私は今聞きたい。 うるさいな。遅刻したあんたが悪いでしょ。さっきまで2人でしっとりオープニングトークしてたのに。またカナと2人のオープニングトークを楽しんでたな。うん、私をのけものにして。だからそれはあんたが遅刻したからだって。だって遅刻にもこれちゃんと理由ある。何それ、じゃあはっきり言いなさいよ。二人は今日も絶好調です。だって聞こえない。ただ時間オーバーなので番組を進めていきたいと思います。あれ、そうでしょ。みーちゃん、のーちゃん、おい、ラジオ始めますよ。第6回玉笹シスターズのご機嫌ラジオ、せーの、レッツスタート。この番組はネクスコ中日本ドワンゴの提供でお送りします。玉笹シスターズのご機嫌ラジオ、ゴゴゴゴゴゴ。まずはメールコーナーを挨拶させて。お待たせしました、ご主人様。スーパーセクシー&キュートメイドアイドル、玉笹あやみだわに。みんな、冒頭で私の声が聞こえなくてびっくりしちゃったかな。ごめんちゃい。今夜も萌えと癒しを届けられるように頑張るわに。それじゃ、いくよ。みんなも一緒にワニワニキュン、ワニワニキュン。はい、メール読みたいとこだけどさ、まずはっきりさせときたい。結局なんで遅刻したの？いや、新幹線にさ乗ろうとしたらね、東京駅で迷っちゃってさ、ホームがどっちなのか全然わかんなくて、いや東京はすごかった。みーちゃん東京に行ったの？そうだよ、東京デビューしちゃったぜ。いやいや、だから東京に行った理由を教えてよ。なんか一昨日急に東京行ってくるとか言ってリュック一つと夜行バスのチケット持って飛び出してったんだから。その後全然連絡もなかったし、何しに行ってたの？ね、撮影しに行ってた。撮影？いや、どういうこと？あ、なんか映像か雑誌？まさかあんた本当にアイドルデビューしたの？違う違う、あー、人気が出るまでは黙ってて後で驚かそうと思ってたんだけど、うん、私 YouTuber やってます。はぁ？みーちゃんが YouTuber？ YouTube に動画上げてるってこと？そう、前に YouTuber の話したでしょ。あの時から興味あったんだけど、カナの目標が決まったって聞いたら私も動かなきゃって思ってさ、半月くらい前から始めたんだよね。ちょっと調べてみる。ね、あんたどんな動画を上げてるの？ネットに集大を晒すのだけはやめてほしいんだけど。集大なんて晒すわけないじゃん、この私だよ。だからじゃん。まあね、最初に動画上げてた時はさすがにちょっと緊張したけどさ、たくさんの人が動画見てくれてるってやっぱ嬉しいよね。たくさんの人ってどうせ大した人数じゃないでしょ。あ、見つけた、これ。うん、あやみのアイドルレッスン1、2、3、アイドルメイド編。そう、それだよ。さすがかな。いや、動画のタイトルほんとわかりやすいな。再生数いくつ？ 100 とかそんなもん？再生数1万回？甘く見たな、綾乃め。みーちゃんすごい。
ガルラジファーストシーズンでやってたコーナーを元にした一人前のアイドルになるためにいろいろ挑戦する動画なんだ。最初は再生数50ぐらいだったんだけど、1週間くらい前にアイドル系のまとめブログが取り上げてくれてね、朝起きたらいきなり再生数が4000ぐらいになってて急に 4000? いやあの時はびっくりしたな。それからちょっとして結構有名な YouTuber さんが連絡くれたの。うまくいきすぎじゃない？なんであやみに？いやなんかその人ガルラジ聞いてくれてたみたいで、チーム双葉のあやみさんですよねって声かけてくれてね、で仲良くなってコラボ動画撮ろうよって話になったから急遽東京に向かったわけさ。どう？すごいでしょ？本当にすごい。みーちゃんスターダムを駆け上がってます。まあ確かにあやみやるじゃん。あ、そうだ。ねえ、私のさ、動画見てくれた人からさ、メール届いてないかな。そうだ、今メールコーナーだった。ちょっと待ってよ。あっと、本当に来てる。ラジオネーム、はいどうもワニさんからのメールです。おお、ワニワニ。はいどうもワニさん。違う、はいどうもワニだよ。おお、はいどうもワニ。そういうね。はい、皆さんこんばんは。はいどうもアニいつも楽しく聞いています。あやみちゃん、つかぬことをお聞きしますが、動画投稿始めましたよね。よく見ているブログで取り上げられていて驚きました。あやのちゃん、かなちゃんは動画を見ましたか？二人の感想を聞きたいです。それではワニワニキュンって。最後何言わせんの。はいどうもアニさん、ありがとう。しかし本当に見てる人いるんだ。そりゃいるって。再生数1万回だよ。はいどうもワニさん、すみません、私たちはまだ見ていないので後で見ます。かな、ありがとう。感想聞かせてね。うん、あやのも見てよ。やだ、あやみがアホやってる動画なんてどんな気持ちで見たらいいの。アホやってない。私頑張ってるよ。新しいソフト買っていろいろ編集して工夫してやってるんだからちゃんと。なるほど、納得。うん、なんか最近パソコン触ってる時間多くてニート時代に戻ったみたいだなって思ってたけど、そういうことか。そういうこと。やってみたら結構面白くてさ、このまま YouTuber として活動してみようかなって思ってるんだ。たまささあやみ、アイドル YouTuber 目指しちゃいます。応援する。みーちゃんファイト。かな、ありがとう、頑張るね。まあ本気でやってんなら私も応援するわ。綾乃が応援してくれるなんて珍しい。うん、雨降る？ま、ありがとう。リスナーのみんなもこれからバズること間違いなしの私の動画要チェックだぞ。もう早見の話してたらもう時間じゃん。読みたいメール読めなかった。ごめんちゃい。リスナーの皆さん、いつもこんな流れでごめんなさい。以上、メールコーナーでした。はいどうもワニー、スーパーセクシーキュートメイドアイドル YouTuber アヤミーだよ。玉笹シスターズのご機嫌ラジオ、みんなも一緒にワニワニキュン。続いてのコーナーは今週の無茶ぶり。ガルラジ事務局から与えられる様々な無茶ぶりに私たちが挑戦するコーナーです。一番うまくお題に答えられたチームにはセカンドシーズンのポイントが加算されます。さあ、毎度苦しめられてきた無茶ぶりもラストだよ。うん、かな、お題は何？今回のお題、あなたたちにとってガルラジとは？川柳で表現しましょう。ガルラジで得たもの、ガルラジをやって良かったことなどを表現してください。おお、いいお題だね。なんか最後にふさわしい感じ。川柳って俳句みたいなやつ？五七五で合ってる？うん、合ってる。川柳と俳句は基本同じものと考えていい。季語があれば俳句、なければ川柳。へえ。季語がいるんだね。川柳がいらないんだ。そうだった、間違えたわ。今まであったこと、ワニワニとか。よし、最初は私行きます。楽しくて体感5分あっちゅうま
ねえ、なんだよ、あっちゅう待って、どこの方言？わかんない、とっさに出た。でも、ちゃんと五七五のリズムになってる。でしょ？で、その心は？ね、ガルラジの放送っていつも体感5分ぐらいで終わるなって思って、1回が約30分だとしたら、セカンドシーズンだけでも3時間喋ってるんだよ。そんな感覚全くないのに。確かに、3時間もラジオやってたのか、長いような短いような。ちょっと時計から目を離すと、あっという間に時間が過ぎていて、次のコーナーに行かないといけなくなる。そうそう、あー、ほんとあっという間だったな。楽しかった。次は私、いきます。たくさんの刺激をもらった夢の時間。おー、綺麗。いいじゃん。また無難に収まってる気はするけど。いいと思う。その心は、セカンドシーズンの間にいろいろなことがあったでしょ。他のチームのラジオを聞いたり、二人の目標を聞いたりして、私自身の人生を考える機会にもなったんだ。それって普通に暮らしてたらできなかったことだからさ、夢のような時間って言えるのかなと思ってさ。確かに夢の時間だった。夢はいつか覚めてしまうけど、終わりは始まりでもある、夢の先には新しい出会いが待ってるね。ガルラジやってたから出会える人もいっぱいいるし。そうだね、夢の先に行けるように頑張らないと。二人とも素敵な句でした。最後は私、行きます。終わっても玉笹姉妹バンコ不駅。バンコ不駅、第1回のキャッチコピーの時に使ってた言葉だよね。字余りだけど、この言葉がふさわしいと思った。第1回ではあまり深く意味を考えず使ったけど、目標に向けて変わっていきたいことがあるから、その反面、変わらなくてもいいことがあると心から思えるようになった。変わらなくてもいいことって？楽しくおしゃべりして笑い合う私たちの関係。ガルラジには私たちの日常が詰まっていたと思う。そうだね、カナの言う通りだ。基本的に私たちのラジオって超自然体だもんね。その分、リスナーのみんなにはいろいろ恥ずかしいところも見せちゃったけど、まあそれもいい思い出になったよね。これからも私たちはずっと変わらず、くだらない話をして楽しく笑い合っていいよ。もちろん。で、どうする？一つに絞らないといけないみたいなんだけど。そりゃかなでしょう、私たちの全部が詰まってる気がする。そう、私もそう思う。かなもいい？はい、私としても満足のいく川柳です。じゃあチーム双葉からは、終わっても玉笹姉妹バンコ不駅に決定。よし。よし、以上今週の無茶ぶりでした。お弁当持った？ハンカチ持った？それじゃあ行ってらっしゃい。玉笹シスターズのご機嫌ラジオ。さて、続いてのコーナーはこちら、玉笹シスターズ大人への階段、メールをいつもより多く読むスペシャル。イエーイ。よし。はい、こちらは私たち3姉妹が様々な大人な知識を学んでいくコーナーです。今回はできるだけ多くのメールを読みます。そうだ、スペシャルやろうって言ってたの忘れてた。そうこうしてたら最終回なんだよ。だからテンポよく行こう。カナお願い。はい、1通目、ナイスショットさんからいただきました。ありがとうございます。皆さんこんばんは。こんばんは。大人のスポーツ、ゴルフのマナーって皆さんはご存知ですか？ということで問題。打ったボールが他の人に当たりそうになった時に危険を知らせる掛け声は次のうちどれでしょう？ 1. デンジャー、 2. ボール、 3. ファー、ということですが。ゴルフか、やったことないな。全然知らないから勘でいこう。私2番。じゃあ私1番。私は3番。って答え分かれたけど、ボールは明らかに野球だろう。いらないよ、スポーツ見ないもん。カナはなんで3番なの？お父さんがテレビでゴルフ番組を見ていた時にファーって言ってるのを聞いた気がする。気のせいかもしれないけど。それじゃあ答え見てみようか。正解は3番のファーでした。さすがだ、さすがだ。記憶力すごいね。でも
なんでファーって言うんだろう。それはわからない。後で調べてみる。ナイスショットさん、ありがとうございました。よし、次行こう。次、じゃあ私が読むね。ラジオネーム小石田さん、ありがとうございます。ありがとうございます。玉笹シスターズの皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。大人ともなれば外国人との付き合いも出てくることでしょう。そこで問題です。英語でメールを送るとき、最後に締めの言葉としてよく使われる単語があります。それは次のうちどれでしょう。A. Refuse、 B. Regards、 C. Regond。 英語問題きったー。ギブ。諦めるの早。イギリス帰りのかな先生は。メールのマナーはわからない。じゃあ答えてみようか。とりあえず、私は C。 じゃあ私は A。 多分 B。 またばらけたね。でも A が正解じゃないことは確かだよ。はあ、なんでよ。みーちゃん、リフューズは拒絶するって意味です。そうそう、これ絶対に高校で習ってるよ。そんなの覚えてるわけないじゃん。いや、開き直るな。リフューズは強い否定の意味になるので、日常会話にはあまり使われないらしいから、使い方には気をつけて。さすがかな。もしかして他の単語の意味も分かったの？他の2つは分からなかった。だからよく使うなら短い方がいいんじゃないかと思って B にした。そっか、確かに。答え見てみようか。正解は B のリガーズです。ベストリガーズやカインドリガーズという風に親密度によって変えたりもします。基本的にはリガーズカンマで締めればマナーの上では問題ありません。ちなみにリフューズは拒絶するという意味で、リゴンドーはプロボクサーの名前です。プロボクサーかーい。ボクサーやられた。あやの残念。かな先生、見事2連続正解。嬉しい。これはいい問題だった。これから使っていきたい。かなの目標を叶えるのになんか実用性が高そうだもんね。うん。小石田さん、メールありがとうございました。じゃあ最後にもう一通読んじゃうよ。ラジオネームまどかさん、ありがとうございます。大人の常識とまで言えないかもしれませんが、皆さんに関わりが深いことなので問題に出します。高速道路のサービスエリアとパーキングエリアの違いは何でしょうか。あやみ、分かってる？マジで？曖昧な返事をするな。どうしよう、私わかんない。カナはどう、わかる？ごめんなさい、私も明確な違い、定義を答えられない。でも、それぞれの名前がヒントになっている気がする。本当だ。どういうこと？サービスエリアはサービスを受けられる場所、パーキングエリアは駐車場。そう考えるとこの2つの違いは、お店があるかないかか。カナすごい。カナすごい。天才発動さすかな。じゃ早速答え見ちゃおう。何、実は広さや駐車場の台数など明確な基準があるわけではないので、ちょっと意地悪な問題でした。どういうこと？ちょっと待って。一般には休憩所、駐車場、トイレに加え売店、食堂、給油所などが備わっているのがサービスエリアで、駐車場、トイレに加え必要に応じて売店が備わっているのがパーキングエリアです。双葉は一通り揃っているのでサービスエリアです。だって。なるほどね。納得といえば納得。この前もこんな感じのクイズ答えなかったっけ。ほら、チーム5最初から来たやつ。カルビの部位は明確に決まってないってやつだ。あの時は答えられたのにね。でも今回は間違い、とても悔しい。いや、最後はまどかさんに一本取られちゃったね。でも楽しかったね、このコーナー。お互い問題出し合ったりもしたし、リスナーさんからもいっぱいメールもらったし。クイズは楽しいし、知識も身につく、すごくいいコーナーだった。楽しみすぎてすっごい時間を押しちゃってるけど。最後だからいいよね。紹介できなかった皆さんもメールありがとうございました。
以上、玉笹シスターズ大人への階段でした。玉笹 CM 劇場ドームライブツアー MC 編、みんな今日はありがとう。アリーナー2階席、イエーイ、サンキュー、イエーイ。いや、ちゃんとやってよ。私たちご機嫌シスターズ初のドームライブツアー、本当に最高に楽しかったよ。みんな今日は本当にありがとう。イエーイ。早く進めろって。それではここでバンドメンバーを紹介します。まずはベース、エンジェルカーナ。エンジェルカーナです。今日はありがとうございます。ギュイーン。今日も天使、大天使、まさにエンジェル。はい、お次はドラムのデビラ彩乃です。デビラ彩乃です。今日はありがとうございました。キューデビラ。そして最後は私、ギターボーカルのスーパーウルトラベリーキュートマーベラスエンブリー。長いから、マーベラスあやみです。今日は最高のライブだったよ。キューマーベラス。ここで私たちからのお知らせです。双葉サービスエリア下り線レストラン富士山テラスでは朝食バイキングを実施しています。まず和洋の朝食メニューを多数取り揃え、ドリンクバー、スープバーもついて食べ放題。基本土日祝日限定で営業時間は朝7時から10時までなのでご注意ください。はい、以上お知らせでした。それでは最後にもう一曲を聴くの。もういいっつーの。以上 CM でした。イエーイ、ロッケンロール。玉笹シスターズのご機嫌ラジオ、ロッケンロール。というわけで、玉笹シスターズのご機嫌ラジオエンディングのお時間です。いやだー、やだやだ、終わりたくない、順位とかどうでもいいからガルラジ続けたい、どうでもよくはないか、1位になりつつ、もっともっともっと続けたいよ。そりゃ私も嫌だけど、私は全6回悔いはない。本当に楽しい時間だった。カナは大人だね。まあ私たちは他のチームと違って家で会えるし、いつでも喋れるからね。そう分かってるのに、なんでこんなに寂しいんだろうね。言葉にしづらいけど、お家は私たちの帰るところ、うん、ガルラジはお話しするためにみんなと会いに帰ってくるところ。わかる、聞いてくれるリスナーさんがいるからかな、うん、番組への反応ももらえるし、なんか話しがいがあるんだよね、うん、それわかる、うん、ほとんどのリスナーさんは会ったこともない人たちなんだけど、なんか聞いてくれてると安心しちゃうんだよね、うん、ガルラジは私たちにとって大事な場所になってる、うんうん、オープニングでレッツスタートって3人で言うとさ、帰ってきたなって思う。家に帰ってきたなって感じるのは、綾乃のお帰りを聞いた時なんだけど。え？いや、家に綾乃がいるってなんか安心するんだよね。っていうか、綾乃がいたらそこが家って感じ。わかる。カナまで。いや、東京でご飯食べたんだけどさ、あれ？これ綾乃の方が美味しいぞって思ったんだよね。都内の一等地にあるお店なのに。さっきカナにも似たようなこと言われたわ。ありがとう。何その反応、褒めすぎ、褒めすぎた。悪い意味で、すっごく悪い意味で。いや、どういうことだよ、悪い意味には取れないわ。でもそうか、あやみもそう言ってくれるなら。ん？何？いや、私ね、うん、料理とか作って誰かに喜んでもらえるのが一番嬉しいって感じるんだ。だからそういう方向で将来を考えてみようと思う。私も二人みたいに目標に向かって頑張りたい。まあひとまずはこれからも家事代行を頑張ります。のーちゃんが見つけるのがどんな目標でも私は応援する。かな、ありがとう。いいじゃん、あやののご飯がもっと美味しくなるのは嬉しい。いや、あやみのためじゃないから。だってあやのが頑張るのは私らを喜ばせるためじゃないの。違わないけど、でもなんか違う。まっでもやっぱ家が一番だよね、うん、私もう上京するのやめるし。え？
やっぱカナと離れたくないし、家には綾乃もいるし、動画はどこにいても撮れるからね。山梨初の超有名キュートメイドアイドル YouTuber 目指しちゃうぞ。うわ、せっかく静かになると思ったのに。本当は嬉しいくせに。私は嬉しい。やっぱりいつか海外に行きたいけど、まだ当分は行かないから、みーちゃん、のーちゃんと一緒にいたい。カーナー、お前さんは本当に天使だね。私もカナと一緒にいたいよ。ずっとずっと一緒にいたいよ。ずるいよ。私だってずっとカナと一緒にいたいし、カナが喜んでくれるのが一番嬉しい。カナにずっと笑っててほしい。うん、ありがとう二人とも。でももう時間なので最後のご挨拶をきちんとしよう。メールをくださった皆さん、ブースに来てくださった皆さん、そしてここまで聞いてくださった皆さん、チーム双葉の応援本当にありがとうございました。ありがとうございました。はあ、完璧な挨拶。やっぱりカナは自慢の妹だよ。カナが綺麗に締めてくれたし、ここで終わろうか。皆さん、またどこかでお会いしましょうね。ここまでのお相手は綾乃とあやみとかなでした。バイバーイ。この番組はネクスコ中日本ドワンゴの提供でお送りしました。